はい、こんにちは、レトスノームです。今回なんですけども、七権の基本的な部分を解説させていただきます。七権ってどういった権利かっていうと、債権の担保として債務者から動産とか不動産とかを預かって、債権者がこれらを留置することで弁済を促して、で、弁済されないときは、この動産や不動産を競売にかけて、そこで得られた売却代金、そこから優先的に弁済を受け取ることができる権利、これが七権なんですね。で、これパパッとね、読んじゃうと、なかなか何を言ってるのかわからないので、ちょっとこちらの具体例を見て、解説していこうと思います。まず A さんが B さんから10万円を借りたとします。なので、債権者は10万円の貸金債権を持つわけですね。この債権がこれですね。これの担保として、これは保証してっていう意味ですね。この貸金債権、債権者 B が持っている貸金債権を保証するために、債務者 A さんから、まあ、今回はバッグ、動産ですね。動産を預かったんですね。で、預かったということは、B さんがこのバッグを留置する。まあ、留めておくということです。で、そうすると A さんとしては、このバッグ返してほしいわけだから、早くこの10万円を弁済しようと、ちゃんと期限内に弁済しようって思うわけですよね。そのように心理的な圧迫をかけることによって、この10万円を返してもらおうというのが七権なんですよ。で、もし、この10万円を A さんが期限内に返さないと言った場合、B さんはこの留置したバッグを競売にかけて、そうすると誰かしらが凶落するわけですよね。落札するわけです。で、落札された代金、つまり売買代金から優先的にお金を回収する。貸した10万円を回収する。まあ、例えば、12万円とかで売れたというのであれば、その中の10万円を回収すると。まあ、もちろん利息も取れるんですけども、回収すると。まあ、いった流れになるんですね。で、こう考えると、抵当権とよく似ているって気づきませんか？抵当権も似ているんですよね。抵当権も債権の担保として、例えば不動産に抵当権を設定してもらって、で、返済期限内に弁済されないと、お金返してくれないというのであれば、競売にかけて、そこで売れた代金からお金を回収する。ということなんで、非常に似ているんですよね。じゃあ何が違うのかというと、抵当権の場合は、対象物は不動産なんですよ。動産に抵当権を設定するってことはまずできないんですね。で、もう一つ違いがあって、それっていうのは、抵当権っていうのは、抵当権者がその不動産を留置することはないんですね。これどういうことかというと、あなたが会社員だったとして、例えば住宅を買いたいということで、銀行からローンを組んでお金を借りました。この場合、あなたが所有するこの新築の建物に、銀行は抵当権設定してきます。つまり抵当権者は銀行になるわけなんですね。で、この場合、抵当権者である銀行が不動産を留置するか、つまり銀行がこの新築の建物を使うかって言ったら使わないですよね。使うのはあなた自身じゃないですか。使うのはあなた自身ですよね。つまり債務者が使うんですよ。債務者がこの不動産、抵当不動産を留置するんですね。で、一方で七権っていうのは債権者が留置するんですよ。この七物を。まあ、七物っていうのは今回見たらバッグですね。これが大きな違いなんですね。まずここは頭に入れておきましょう。で、そしてこの七権っていうのは七権設定契約を結ぶことで成立するんですね。これは抵当権も一緒です。抵当権も抵当権設定契約っていうものを結ぶんですね。契約するんです。これで成立するんですよ。で、このように契約をして成立する担保物件のことを約定担保物件って言うんですね。約定担保物件は七権と抵当権の二つです。で、一方で法定担保物件というものもあります。それは何かというと、留置権だったりとか先取り特権。この二つですね。この二つは法定担保物件と呼ばれるもので、留置権設定契約とか先取り特権設定契約っていう契約はないんですよ。なかったとしても、お金を弁済しないといった事由があったりしたら、もうそれによってもう自動的に留置権だったり先取り特権が発生するんですね。契約をして発生させる担保物件じゃないものを法定担保物件と呼ばれます。法律で定められたもう担保物件なんですね。法律でお金を返さない場合は留置権だったり先取り特権が発生しますよ。みたいな感じで書いてあるんですよ。
これが法定担保物件なんですね。で、今ちょっと担保物件っていう言葉出てきてるんですけども、担保物件っていうのは、今言った留置権、先取り特権、抵当権、質権の4つあるんですね。まあ、これはちょっと今回は詳しく解説しないんですけれども、まあ、担保物件には4つあるんだってことを頭に入れていただいて、で、法定担保物件には、留置権と先取り特権があって、約定担保物件には、抵当権と質権があるんだ、ぐらい頭に入れておけば、まあ、この部分はいいんじゃないのかなと思います。で、ちょっと話は戻って、質権設定契約をすることによって、質権は成立するんですけども、それだけで効力発生するかっていうと、それだけでは効力は発生しないんですね。このバッグを引き渡すことによって、質権の効力が発生します。この点もちょっと注意をしておきましょう。で、またこの引き渡しをして、B さんが占有をすることで対抗要件を備えるんですね。まあ、今回は動産なんですけども、不動産の場合は、登記をすることで対抗要件を備えます。で、続いて、動産質権者が占有を奪われた場合、どのようにして取り戻すかという話です。今回の事例で言うと、10万円を A さんは借りて、その代わりにバッグを預けましたよね。質物として預けました。で、B さんが占有してます。で、誰かに奪われた、第三者に奪われたって言った場合、B さんは、どのようにしてそのバッグを取り返すかというと、これは占有回収の訴えによって取り返すことが可能です。この占有回収の訴えは、奪われてから1年以内、奪われた日から1年以内に訴えを提起しないといけません。そしてじゃあ、質権に基づいて返還請求できるかっていうと、これはできないんですね。これはできません。で、この点については個別指導で解説させていただきます。で、続いて、動産質権と不動産質権の違いなんですけれども、動産質権の場合は、この動産、B さん預かっているんですけども、これ、使用収益することはできません。つまり、バッグを誰かに賃貸して、そこから賃料を得るっていうことはできないんですね。で、一方で、不動産質権については使用収益できるんですよ。例えば、A さんが建物を持っていて、建物を B さんに質物、質権の設定の対象物として預けましたと。言った場合、B さんはその建物を第三者に貸して、賃貸をして賃料を得ることができるんですね。で、これも重要なポイントとなってきます。で、この点についてもすいません、個別指導で解説させていただきます。なんでこのような違いが出てくるかっていうところですね。で、この二つについてはしっかり理解をしておくと、頭に定着しやすくなりますんで、こういった理解すべき部分をしっかり理解をしていきましょう。もちろん、ポイントだけ覚えるっていう勉強法もあるんですけども、ポイントだけ覚えたとしても、やはりですね、覚えなければいけない量ってたくさんあるんですよね。頭に入れなければいけないポイントはたくさんあるので、その中で理解すべきポイントは理解をしていくってことをやっていけば、単なる丸暗記もう少なくなってくるんですよ。で、そうなってくると点数って上げやすくなってくるんですね。丸暗記学習だといつまで経っても覚えて忘れて、覚えて忘れての繰り返しで、結局実力って一定のところまでしかいかないんですね。合格点よりちょっと少ないぐらいしかいかないんですよ。なので勉強したら勉強した分だけ実力を上げることができるのが理解学習なんですね。なのでもし理解学習実践したいという方は、ぜひ個別指導をご検討いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからご覧いただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。